さあ今日はですね、鹿児島の薩摩川内の方に今日は来ておりまして、今日はねロックビッシュゲームということで、メイツさんの方に今日はお邪魔しております。今日はね船長であり絶賛をねフィールドサポーターでもある、はい、内田さん、はい、いよいよだね。まあこの今回ね使う道具ブラックスターハードとかねこうジグヘッド類、まあ、タッチダウンストロングとねバイトリブヘッドっていう、まあ、こういう新しいものもあるんですけど もうこの辺の道具たちっていうのはここからスタートしたって言えるぐらいね、ここがもう本当に元祖というか発祥地っていう感じになってまして、まあ正直何を隠そう僕のロックビッシュの大師匠でもあります彼は。はい、もう本当にねいや古くから本当にロックビッシュの釣り精通されてて、でいよいよねそのロックビッシュの釣りがもう好きが高じてもういよいよ今度遊泳船の船長にまでなってしまったっていう経緯があるね、はい、船長でして、もう本当にもう全幅の信頼を捨てますんで今日はね、はい、ぜひちょっとでかいロックを目指していただければと思います。はい、お願いします。そして、今日ね、ゼスさんをね、若手2人をね今日はゲストに招いて釣りをしたいなと思っております。じゃあ自己紹介のほどよろしく。はい、ゼスタフィールドスタッフの宮内淳二です。よろしくお願いします。ゼスターフィールドモニターの那須海斗です。よろしくお願いします。まあ今回こんなね若手2人とねちょっとやっていきたいなと思いますんで、今日はねちょっと本当ブラックスターハードと、まあ、ロックをね使い分けていろんなねでっかいロックフィッシュチャレンジしてみたいと思いますんで頑張りましょう。はい、はい、よろしくお願いします。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 水深が 43m の、まあ、砂島尻の岩礁ということで、ちょっとねスイミングでバレットリベルト 42g ですね、はい、これに、シャットスタート 4.5 インチ K ブラノクチルカこのカラーでやってみたいと思います。タックルは、ブラックスターロック B61MH で、まあ、ラインがね B ラインの 1.5 号ですね。これを巻いてあります。大体20回転ぐらい巻いたらピタッと一瞬止めることです。もう止めがすごく重要で止めた瞬間にこうジグヘッドが移動するんでその瞬間にこうバイスチャンスが、ちょっとね、今結構ね風の影響と潮の影響があって流されてしまうので、今度 56g に変更してみました。まあ、ロッドはブラックスターロック、まあ、容器上 35g までキャスト可能ってことなんですけど、まあ、こうボートでねこうアンダーで少しちょい投げするくらいだったら全然この辺のウェイトもね使うこと可能なのでというような感じでちょっとやってみます。本当フルでねオーバー投げるときなんかは逆に 35g ぐらいまでいいんですけど、ボートなんかで深いところなんかやるんだったら少しね重たいジグヘッド使ってもこのロッドはトルクがあるので全然使えますって感じです。でさっきまでキャストしたんですけど今回はちょっとバーチカルですよ。っていうのも目の前に潮目があってちょうど今こう潮の境目だと思うんです。なのでこの変化点を回避攻めた方が多分食うんじゃないかなっていう考えで、ちょっとこの、ね、潮目から手前にはボートポジションがあるのでちょっとこの辺あたりは暑いゾーンなんじゃないかなっていう考えで今直下に落として吊るします。でこれで反応なかったら少し投げて今度潮目のちょっと飛び越しあたりぐらいから攻めてみるみたいな、そんな感じで潮目の内側と外側を攻めるようなそんなイメージでやってみたいと思います。このやっぱ天発光のカラーが今効いてますね、ここ濁り塩には。
もう潮の寄りは打って打って打ちまくって、いやいいサイズですね。あらやったね、最高。ちょっと次にちょっと見せ方を変えてみようと思います。今回ね SW ジグスピナー、こういうねちょっとスピナーベイトみたいなね、上側に針の上側にこうブレードが来るようなこういうシステムのものがあるんですけども、この SW ジグスピナーを使ってちょっとやってみたいと思います。こうすることによってホールがもっとゆっくり抑制されてくるので、もっと安定したホールを生み出すことができます。さっき結構あのホール中に結構バイトがあったりしたので、それをねもうよりこうバイト取れればいいかなと思って、はい。まあ、狙いはねやっぱり今船長に聞いたら大門とあと釣れれば岸畑が釣れるっていうエリアらしいので、まあ、その辺を狙ってみたいなと思います。まあ、うっかりね、筋穴とかかかればもっとエキサイティングな感じになるんですけど、まあね、ちょっと今ライトな道具立てなので、どちらかというとそういう大門畑、あと岸畑のねこの青、まあ畑御三家みたいな赤畑みたいなね、そういう風なターゲットをちょっと狙ってみたいなと思います。まあでもやっぱ鹿児島は楽しいですね、いいエリアですよ。基本は砂地なのかな、ところどころに瀬があるね。うん、ところどころ粒根があってその周りがねやっぱり一つポイントになってくるのかなって感じ。あと潮のこのよれというかね、 潮が何かしらのストラクチャーだったりとか別の潮にぶつかったと反転してるところとか、そういうところがやっぱり狙い目ですからね。やっぱりそこでいかにこう安定してリグを見せるかっていうのはもう今のところ基本になってるかなと思いますね。特にこうワームの場合ね、結構浮力がありますし、メタルジグと違ってねやっぱりこう意のままに操るっていうことはなかなかできないので、それから食わせ能力が高いんですよね。そこをうまいこと利用してジグヘッドの、ね、特性を理解してあげて釣ってあげるというとやっぱり超過アップにつながってきますね。ショゴちゃんでした。まあでもねこういうのも一つターゲットですよね。可愛いけどやったやりました。さあ、ちょっとポイントを変えてきました。で次が、深場、まあ、今 42m から 50m ラインのところに来てるんですけども、バレットリベートね 80g、 この重たいものを使ってバーチカルロックゲームやってみたいと思います。まあ、狙いは、筋アラとかあと茶色丸肌って言われてるバカでかい肌です。これがいればそこ食ってくるらしいので、まあこれロッド自体はプロトタイプのバーチカルロッド、今開発してるロッドですね。まあ、名もなき竿なんですけど、まあ、ベイトタイプでやってみたいと思います。でラインが、スローエモーション P のね3号です。でリーダーが70ポンドですね、はい。で40m、まあ、結構潮がさっきもだいぶ動いてたので少し重ためのねジグヘッドを使ってあげて垂直に落とすような感じですね。で、ワームは6インチです。シャッドスターの6インチ、キンキンってカラーですね。これがね、まあ、僕ら伊豆の方だとホウキアラなんか狙うことがすごく多いんですけど、そういう時にもすごく実績のあるカラーで、はい、ちょっとまあそこからちょっと攻めてみようかなと。まあこっちのね大きい旗がそれに反応するかどうかはちょっとわからないんですけども、もうちょっとね実績のある、まあ、自分の中で釣ったことがあるようなカラーから入れてみたいなと思います。でまあ、イメージなんですけど、まあ、先ほどねバーチカルに攻めるって話をしたんですけど、まあ、上下にね運動する、あった、うわー今だった、まあとはこんな感じでこうホール中のあたりがあったりとか、あとはそこについたらロッドを大きく上げる、そしてホールする、もういわゆる大きなリフトアンドホールです。
これをすることが、まあ、僕のエリアだと基本になってます。ただこれをしてしまうと、ポール中に食ってしまうと魚がどうしても海底側に頭が浮いてしまうので、やっぱこう取れないリスクが多くなるっていうことだったので、まあここのエリアの人たちは皆さん着底させたら5、6回転前上、その巻きの釣りで釣ってるようです。はい、まあ、どっちがいいかはね、その時によって変わってくると思うので、まあこれは臨機応変に分けてやっていけばいいかなと思うんですけども、まあこういう感じですよね。さっきみたいな黄金肌釣りみたいな感じで1、2、3、4、5、6って巻いたら落とす、こんなイメージですね。まあどっちがいいかは本当によるので、今の一気に当たったですね。で、まあ、使うリールなんですけども、私今ジギング用の、大きいベイトリールを使ってるんですけど、こういうリールの方が扱いは楽だと思います。今 PG のパワーギア使ってるんですよね。ギア引き系も使ってるこうすることで、リーリングで巻いてもそんなに疲労感が少なくて簡単に巻いて落としが繰り返せるので非常に楽です。釣り自体も楽なんで、この釣りに関してはハイギア、まあ、ハイギアも悪くはないと思うんですよね。まあ個人的にはノーマルギア、いわゆる PG って言われてるものですよね。そういったギア比の低いものを使った方が釣り自体が、まあ、水深に関係なくこのジグヘッドの使用感っていうのを変えることなく追加できるのでいいんじゃないかなと思います。巻いてる最中のこの追尾感だったりとかっていうよりかは、どちらかというと人間のこの入力がどの水深でも変わらないっていう方の方が僕は重視して釣りをしますね。はい、初めてボトムからね巻き始めて、どうだろう、5回転目ぐらいでいきなりもう引ってくれましたね。いやー綺麗な黄金ですね。やったー、まあ、やっぱねこの6インチとこのバレットリベットのねこのスイミングの安定性、これがね深いところでも生きてるって証拠ですね。いや狙いどう、やったー、なんか来ましたぜ。でもこれはこれも黄金かな。よし、いやー今もヒットです。ホール中でしたね。ホール中にラインが走ってだいぶ斜めになっちゃってますけど、黄金ですね。黄金ですね。ミドルクラス。これセット、はい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 、シャー6インチ丸のみ、うわすげえ、よしやったー、おもやりました。
まあ、今もねだいぶ沖へ流してで潮が速くなってきたので大門来るかなと思ったらやっぱりねライトに大門が釣れました。いやすごいっすね、こんなでっかいワン一撃ですよ。ほらやっぱ D ブロックはねこうやってでかいワームつけてストロングな釣りをするとストロングな魚が釣れるということですね。丸飲みですよ80g のパレットにすごくない。いやもう今もねそこ取り直して何回も取り直して毎度落として毎度落として繰り返して、いやそこ巻き上げ5回転ぐらいでドーンって気持ちいいね。やばい最高だね。だからねスイミングにはでかいのは食います。マーチカルロック最高。エンドライバルなんですあいつはこういうことがあるんでなあ、わすっごいもうめっちゃ節れ。いや次こそ次こそ次こそ。いやー、やりました。
おめでとう。だねこう焦っちゃうに回収って言われたんでもうわーって早まきして、そしたらその時に結構上だったんですけどガーンってきました。見てたのかもね。はい、リクエストが、バレットリベートマグナムの、80g で、ワームがシャットスター6インチのゴールドですね。やりましたね。気持ちいい一本やね。いや、いい一本。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日どうでしたか。今日は最初ちょっとしっかり出れないかなっていう感じだったんですけど、まあ 近場の方の、まあ、大物旗だったり赤旗だったり、まあ、キジ旗ですね、それを狙って、まあ、両系の大物旗もポンポンと出てですね、よかったです。で、後半ちょっと沖に出れそうだったので、そこからちょっと沖の背の背回りですね、で筋荒らがやったり、どうだった、はい、ジュー君もうね、はい、今日はでも頑張ってくれたよ本当に、ありがとうございました。いや、ありがとうございます。いや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 、まあ、やっぱり地元っていうこともあってね、やっぱりこうなんか一言で頼もしいですよやっぱり、はい、まあ今回はねやっぱほら魚がライフ明けってこともあってさ、やっぱりこうちょっとね渋いかなっていう時もあったんだけど、まあまあその中でもねちょっとベストで尽くして、はい、うん、まあちょっと僕のこう普段やってるねこの伊豆の釣りっていうのかな、はい、ちょっとこう渋い時に口をくつがすみたいな釣り方をやりつつ、はい、やっぱこう後半になってからだんだんこう海が良くなってきて、はい、そういうわけじゃなくもうちょっとこうワイルドなね、はい、こう強い釣りを入れていくとやっぱでかいのがドーンってくってくるみたいな、ね、っていうパターンにだんだん切り替わってきたのかななんていう感じもちょっと僕はしたんですけどね、いや、まあ、そんな中でもね、いろいろとアドバイスありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございます。いやー、よかったよかった。まあまあでもまたちょっと今度ね、はい、ぜひまたこっちの方で辻原チャレンジするときはぜひ来ていただき、はい、ぜひよろしくね、行きましょう、ぜひぜひ、はい、と、はい、いうことでロックフィッシュゲーム1日目これにて終了ということで、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。